はい、どうも皆さん、こんにちは、キナトです。今回はレジェンズ、何日 ?3 月2日のね、15時で、なんか新しいお知らせ入ってるんですけども、ちょ、マジでね、一個お伝えしたいことがあって、まあ、それはね、後々喋ろうと思います。まず、これですね、レジェンズランキングのプレシーズン第2シーズンについてなんですけど、さらっと読みました。で、一瞬見ていこうと思います。レジェンズランキングについて、プレシーズン1で発覚した問題の修正バランス調整のため、2位までしばらくお時間をいただきますって書いてありますね。で、今シーズンがですね、3月の8日までだったかな。残り1週間ぐらいなんですけど、まあ、そっから、まあ、しばらくの間、レジェンズランキングは行われないといった感じですかね。プレシーズン1は、時間変わんないよね。これ伸びてほしいなって僕、正直思ってるんですけど、まあ、それはなさそうかな。で、これやばいのが、プレシーズン2では以下の調整を予定しております。全世界トップランキング、グループランキング、報酬の調整。Z パワーと覚醒 Z パワー獲得時のポイントを調整。まあ、これはね、まじ、ぶっちゃけ、元からそうしといてほしかった。マジでね、今それでむちゃくちゃ困ってるんですよ、僕。ありえやんぐらい、レジェンズランキング順位で困ってることがあるんで、まあ、それは後々お話しさせていただこうかなと思ってます。で、Z パワー、覚醒 Z パワー、Z メダル、Z メダル2の、獲得ポイントが同等のレートになるよう調整。これも当たり前、もうぶっちゃけもう言わせてもらいますよ。ほんまに当たり前やと思います。もう今ね、1位狙ってるんですけど、もうこれしてくれないと、もうマジで無理です。ほんまに。で、ミッションポイントの獲得時のポイントを調整。フラグメント覚醒時のポイントを調整、その他調整。ってことで、まあ、このね、下3つぐらいは、ポイントが減るんか増えるんかは分かんないんですけど、いや、マジやばいですよ。これ見ていこうと思います。自分自身の今のレジェンズランキング。なんと21位。さっきまで19位やったんで、まあ、1ページ目に載ってたんですけど、なんとね、ほぼほぼ、もう初期のキャラクター貫突させてて、でもガチャではポイントほぼほぼもらえないですよ。マスターズパックとかも全部 Z メダル。で、21位まで来てます。これはね、なかなか、まあ、自分で言うのもなんやけど、頑張ってる方やと思う。ただよ。これ見てくださいよ。今の1位の方、2600万。やばすぎる。1000万以上離れてるんですよね。うん。僕ね、もうほぼ今、四六時中レジェンズプレイしてるんですよ。いや、マジで。もう寝てる時間以外は、もうほぼレジェンズ触ってますね。っていう、やばすぎる状態でずっとやってて、1000万の差があるんですよね。この今日ローやったっけ、なんか調べたんですけど、ひょうやったかなっていう方。この方ね、ポイントの伸びすごいんですよね。で、まあ、こんな感じ。結構ね、見てください。10位の方とかまで行くと1700万っていうね、もう100万差ぐらいなんですよ。ただ1位の方がね、多分これ、むちゃくちゃガチャ引いたと思うんですよね。写真のっけといていいかわかんないんですけど、2日3日前ぐらいの、今ね、バカ野郎のアイコンになってるんですけど、復活身勝手のね、赤子まで行ってたんですよね。なんで、結構ガチャ引いてらっしゃったんだと思います。多分、レジェンズランキング始まるまで1週間のね、身勝手登場と、レジェンズランキング1週間の差があったんですけど、そこを、レジェンズランキング始まるまで石貯めてたんじゃないかなって思ってて。でも、こんだけ差あってね、で、多分ね、僕とほぼほぼ、まあ、言えないですけど、ポイントの稼ぎ方一緒のやり方でやってはる、もしくはイベントさんのキャラクターをむちゃくちゃ作ってる。その2択なんで、もう、差がつけられないんですね。僕が、この方、と、なんかポイント優位に立てる部分が一個も考えられない。もうマジでね、もうこれ無理です。ほんまに。この方が正規の方やったら、かなりね、僕も、頑張らないと、やばいなって思ってます。で、残り、まあ、5日間 ?6 日間か。6日間で、まあ、どんだけね、まあ、差を縮められるかっていうところなんですけど、もうほら、もう2位の方も言ってるもん、1位、えぐいてーって。もう、こういうね、状況でございます。いや、わかんないよ。もうほんまに1位の人が、もう最初からガチャとか引かずに、ずっとやってらっしゃったんやったら、マジでめっちゃ申し訳ないことを言ってるけど、んで、なんか、ポイントの伸び方的にも、僕と一緒だから、なんか、正規の方っぽいんですよね。日本勢なんかな、この人は。うん。っていうね、めちゃくちゃ不安があります。ただ、確実に、着実にね、僕は順位伸ばしていってますね。
まあ、3日前ぐらいまで多分、3桁ぐらいやったと思うんですけど、しっかりね、ポイント稼いで、今ね、結構いいとこまで来てるんで、まあ、こんな感じでね、ちょ、頑張っていこうかなと思っております。はい。そのわけで、まあ、レジェンズランキングへのね、ポイント稼ぎをこれからやっていって、動画締めていこうかなと思います。プレシーズンっていうことなんでね、まあ、第1シーズン仕方ないとは思うんですけど、でも、やっぱね、貫突してないキャラクターと、Z メダルの獲得時のポイントに差をつけるっていうのはもうね、実装する前からね、もうなんか分かってたことやと思うんですよね。なんかもうそこに対してマジでめちゃくちゃ、ちょっと意見を言いたいわ。って思いますね。多分ね、結構、他のポイントに関しては、まあ、例えば、フラグメント入手とか、エネルギー消費とか、まあ、覚醒セットパワーとかも、まあ、覚醒セットパワーはまあ、いいでしょう。っていうところでね、てかもう、ガチャに、そう、根本言おうと思ってたんだけど、ガチャでさ、ポイント得られるっていうのをそもそもなくした方がいいと思う。もうだって、そんな、金つぎ込んだもんがさ、勝ちになっちゃうじゃん、やっぱり。いや、まあ、そういうゲー、そしゃげだからしゃあないけどさ、その、意思使った方が優位に立てるっていうのは、まあ、当たり前のことではあるかもしんないんだけど、いや、それでもちょっとね、って思っちゃいましたね、マジで。今回は、まあ、なかなかにやばいなって、ほんまに、レジェンズランキングガチってる身からすると思いましたね。しかもその、なんか元からレジェンズ遊んでた人が不利になってるっていうのは、マジで意味がわからない。って思いますね。今からでも、なんか Z ランク300以上の人は、なんかポイントが多めにもらえるようになるみたいな、そういうのをね、やってほしい。本当にきつい。多分、僕ね、ポイントの稼ぎ方としては、一番いいところ見つけられてる気がするんですよね。わからんけど。かなりね、好条件でやれてると思うんで。いやー、頑張ってるんですけどね。なかなかに。まあ、自分で頑張ってるっていうのもあれだけど。気持ち悪いけど、なんか。って思ってます。なんで、まあ、来期からね、ちょっと時間置いてくるって言ってましたけど、即行こう。マジね、ちょっと、ほんまにいい調整をしてほしいなって思いましたね。これ絶対ライト飛んでこないんで、出して、まあ、ステコン見てから出した方がよかったか。でも、突っ込もう。でも、結構大球打ってたから、バニ回復してる説はあるけど、連れていく。まあ、多分、その、運営さんの意図としては、ランキング1位を目指してほしいんじゃなくて、ランキングを一つの、なんだろう、着目点として、レジェンズをね、なんかいろんな、例えばホイポイめっちゃ回すとか、そういう遊び方をしてほしいんやと思うんですよね。その1位目指してほしいわけじゃないと思うから、そっか、いいよ、見れて、っていうのはあると思うけど、まあ、それでもね、やっぱ、一個のランキングとしてね、実装してるんで、まあ、ちょっと、残念だなって気持ちはマジで強いです。さあ、てなわけでね、まあ、続き喋っていこうかなと思うんですけど、まあ、ここら辺のね、宝箱開けるとかはもう大前提で、ランキング目指すならやった方がいいですね。でも一つ思うんが、ガチャでポイント稼げるようにしてんやったら、せめてね、もっとセールやっといてほしいなって思いますね。もう通常意識しかないじゃん。このステップアップセール引いたらもう回数制限なんですよ、これ。だから、なんか、その、集金体制する割には、なんかね、セールやってないし、通常石でポイント稼げってことなんかなって思いました。マジでね、プレシーズン1の期間が悪すぎると思いましたね。なんか、通常のレジェンドランキングは1ヶ月単位でやるらしいんですけど、今週2週間はちょっとやばいね。なんかその、期間的にも悪すぎるし、っていう風に、マジで思いました。はい。そんなところで、今回ですね、まあ、レジェンズランキングね、プレシーズン2から、ポイントのね、まあ、入手、方法じゃないか、入手、ポイントのね、数が変わるっていうことなんで、そちらについて触れていきました。ご視聴ありがとうございました。お前たちを絶対許さないと言っていた。僕に地球を守れと言っていた。これで終わりだ。
はい。